ラフェラーリは、イタリアの自動車メーカー、フェラーリが製造していた GT カーである。社名のラはイタリア語の女性単数名詞につく、定冠詞で、英語では、ザにあたる。K150 プロジェクトコンセプトコードネームマンタ2011年に、作成プロジェクトネーム、K150 プロジェクトとして開発され、社内関係者の間では、ニューエンツと呼ばれていたラ、ラフェラーリは、 フェラーリ初の市販ハイブリッドカーとして2013年3月のジュネーブショーにてワールドプレミアされた。エンツオフェラーリの実質的後継モデルである。回40、回50、エンツオフェラーリといった歴代の限定生産者は、フェラーリの創業周年モデルと名打たれてきたが、今回は記念事業的な色付け離されていない。2012年5月に次期エンツオは、 ハイブリッドと公式プレスリリースが出されると、フェラーリとしては珍しく、2012年9月のパリサロンでカーボン製のモノコックのみが披露されたのに続き、2012年12月からは、フェラーリ社の公式ホームページで発表が予告されるなど、事前のティーザーキャンペーンが行われた。開発には当時のスクーデリアフェラーリのドライバーである。 フェルナンド・アロンソとフェリペ・マッサの意見が反映されている。なお2016年にはスパイダーモデルであるアペルタが販売される他同年8月にイタリアで発生した地震のチャリティのために500台目が生産される。世界限定499台のみが生産された。その後戦術の通り500台目が生産されている。価格は公表されていないがマスコミでは およそ100万ユーロ程度と報道されている。JK のラフェラーリ発表時発表時ラフェラーリアペルタボディスタイリングは定番のピニファリーナではなくフラビオ満奏に率いる自社デザインチームフェラーリデザインによるもので1960年代後期に活躍したスポーツプロトタイプの面影を込めたというカーボンモノコックは第1マシンと同じ工程で製造され 過去のモデルよりもねじり合成が27%、ビーム合成は22%向上した。空力面では、アクティブエアロダイナミクスを初採用。前後ディフューザーやアンダーパネル、スポイラーが自動的に可変し、走行状況に応じて最適な空力特性を実現する。装着されるタイヤは、ピレリ P0。エンジンは、 第12ベルリネッタ用の 6262cc、自然9機65度、V 型12気筒エンジンをベースに、最高出力 800PS、9000rpm、最大トルク700ナノメートル、6750rpm までチューン。第1で培われた運動エネルギー改正システムの、 技術を市販車向きにフィードバックした HY カーズを介して1 2 0ットをアシストし、全体で 963PS、900ナノメートル以上を発生する。HY カーズは3年前の2010年3月のジュネーブモーターショーにおいて 599GTB、フィオラのベースの実験車が公開されていた。システムはマニエッティ・マレリと共同開発した2モーター方式で、 ミッドシップに V 型12気筒エンジンをレイアウトし、7速 DCT と1つのモーターを一体設計。さらに、もう1つのモーターはエンジンの前方にレイアウト。2つのモーターはフェラーリがサムスンと共同開発したバッテリーと接続され、減速時にはモーターがジェネレーターの役割を果たし、発生した電力をバッテリーに蓄えるシステムとなっている。なお、 バッテリーのみでの EV 走行は、このモデルの使命にふさわしくないとして採用されていない。しかし、YouTube に電力のみで走行する動画がアップされたことから、実際には電力のみでの走行は可能だが、パフォーマンスが低すぎるため電力のみで走行できないことにしているという憶測を呼んだ。ハイブリッド化したことで、フェラーリエンツオヒデに酸化炭素排出量を約50%削減。 パフォーマンスも大幅に向上し、0時速 100km 加速は3秒以下、0から 200km 加速7秒以下、0から 300km 加速は15秒、最高速は時速 350km オーバーの実力を誇る。テストトラックのフィオラノにおけるラップタイムは、エンツオフェラーリより5秒、回12ベルリネッタより3秒以上早い、1分20秒以下と発表された。 販売対象の選別は他のスペチアーレ車種と同様にフェラーリ及び各国の現地法人により行われた。その選別方法は完全に非公開でマスコミは愚か対象者や正規販売代理店にも公開されていない。対象者の内購入を希望する意思を表明した顧客に対してはジュネーブモーターショーでの正式公開に前に本社にて行われた 世界150プロジェクトプライベート、プレビューと称する非公開の内覧会が行われ、完成車両がお披露目された。これはスパイダーモデルにおいても同様である。ありがとうございます。